皆さんこんにちは、谷山キネマの谷山亮です。本日2月27日、私、35歳の誕生日を迎えました。まあ、より正確にはね、今これ撮ってるの前日なんで、公開されまだ34歳なんですけど、もう嘘がつけない性格なんて、もうこんなこと言わなくていいかもしれないですけど、前日に撮ってます。アップしてるのは、今日なんですけど、誕生日なんですけど、はい、はい。ハッピーバースデー to you, ハッピーバースデー to me, ハッピーバースデー dear, 俺、ハッピーバースデー to me。ということで、はい、まあ35歳。35歳って、皆さん、まあちょっと私のチャンネル見てる方が、いくつぐらいの方が多いかわかんないんですけど、どうですか？まあ正直さ、20代前半の時の35って、まあ、正直もうおっさんだと思ってる。あ、もうまあまあそこそこのおっさんで、あ、もうちょっとこれから、はあ、人生疲れていくかなとかって思ってたんですけど、実際35になってみると、あ、意外と大丈夫、まだまだ頑張れる、むしろ20代の頃より頑張れるって感じ。なのでね、ちょっとね、若い人もね、最近20代前半の方とかもうなんか最近はね見てくださってるようなんですけど、大丈夫、年を取ることは怖くない。まあ30過ぎるとね、体力が落ちるとかもねよく聞きますけど、それ半分値で半分外れで、普段から鍛えてれば落ちない、鍛えてなかったらちょっと弱い感じ。いやー、なんかね、最近知り合うね年上のおじさま方、10歳以上15歳ぐらい上の方々がね、皆さんすごく若々しくてね、いやマジで俺よりね屈強な人ばっかりでね、格闘家とかハンターとかランナーとか、もう年取るとか関係ないね、年取った分経験積んでいける大人になんなきゃダメだなって、ね、そういう人と会うたびにね、10年後15年後なんないとなと思います。まあ、35歳これからもね、いろいろ新しいことに挑戦していこうと思っております。まあ、過去のね動画とかでも触れた通り、新しく映画もね今年からは、撮っていこうと思ってますし、まあ、ちょっとね動かしてる企画とかもね、ちょうどもう今日はあれなんかな、新しいチラシの方がね、入稿して今発注してるので、多分今日も公開してると思うんですけど、そちらもまたね、配布していこうと思うので、まあいろいろ企画とか動いていく経過はね YouTube とか SNS でアップしていこうと思うので、皆さんこれからもよろしくお願いします。はい、ではご視聴ありがとうございました。